札幌市北区の北海道大学には少し緊張した様子の受験生の姿が。直前まで参考書を開いたり願掛けのチョコレートを手にするなど試験に向け思い思いの過ごし方で心を落ち着かせているようでした。今年は道内26の会場で去年より700人ほど少ないおよそ1万5000人が受験しています。めっちゃ緊張してます。ほぼ寝れなかった、ちょっと寝たんですけど、緊張してました。前日に消化のいいものを食べて心を頑張って落ち着かせました。やることをちゃんと出し切りたいなって思います。頑張ります。頑張ります。午前は地理歴史と公民、午後からは国語と外国語の試験が行われます。今のところ道内ではトラブルは報告されていません。